KPC チャンネル。PDCA スクール。はい、皆さんこんにちは。高専プロモーションチャンネル谷にでございます。皆様、少しお知らせがございます。KPC やらせていただいておりますが、やはりですね、KPC では高専に限ったものに限定して情報発信をすべきだと思ってるんですね。で、中にはですね、高専以外のことで、私がですね、情報発信をして、受け取りたいという方がですね、やはり少し、中には少しいらっしゃると思うんですね。ということで、今回ですね、試みとして、こちら、谷にの秘密学級、仮の名前なんですけど、谷にの秘密学級、KPC サブチャンネルということで、今回、サブチャンネルを、開くことになりました。よろしくお願いします。今までですね、こちら、高専入試 KPC、高専情報チャンネルということで、チャンネル登録者数9080人やらせていただいております。皆様の、お熱いですね、ご協力のおかげで、ここまで来ることができました。本当に感謝しております。ですね、こちらをメインチャンネルとしてさせていただいております。そして数字もですね、かなりノリに乗っております。視聴回数もですね、ミリオン100万も越して、総再生時間も4万時間、ね、4万時間ってよくわかんないんだけど4万時間です。で、チャンネル登録者数も9000人超えてきたと。ここまで来れるとはね、本当に思ってなかったので、感無量でございます。皆様のご協力のおかげでございます。プラス、皆様の、高専に入りたい、高専をもっと知りたい、高専が大好きだという思いの具現化だと思っております。で、プラスですね、生放送中に中学3年生の男の子がですね、サブチャンネル作ればということでですね、私にアドバイスくださいました。アドバイスをくださったんです。ということで、何を発信するのかということについて、皆様と一緒に確認していきたいと思います。じゃあ、まず、何を発信するのか、谷にの秘密学級、KPC サブチャンネルということで、私が、一つのね、学級じゃないですけど、教室の中で、ひっそりとね、情報発信するみたいなコンセプトでやっていきたいと思っております。まだですね、チャンネル登録者数がまだ8名というふうに、まだまだマイナーとなっておりますので、物好きな、僕のことをね、ちょっとだけ、興味持ってくださってる方だったり、高専以外のことでも僕からちょっとね、情報、ちょっと知っときたいなとか、あ、この人、ちょっといいこと知ってるんじゃないかなというふうにね、思ってくださってる、物好きな、個性派の方で、ぜひともついてきてください。いい情報をね、発信していこうと思っております。このチャンネルで何をするねんということでお話しさせていただきます。まず、お金に関すること。いやいや、また怪しいやつから来たなというふうに思うかもしれませんが、やはりですね、義務教育だったり、高専に入ってからお金の授業ないんですね。ですが、社会人になったら、あ、当たり前のように知ってるよね、だったり、これ知らないとちょっと不都合だよ、みたいなことがたくさんあるんですね。で、情報は今、YouTube だったり、ブログの中でも溢れ返っているのですが、ここをですね、ちょうど高専生の皆様に、必要な部分をピックアップしたり、僕がこういう知識を知っていたら、すごい役に立ったよ、ということを、ピックアップして絞って、お伝えできればなというふうには思ってるんですね。で、プラスそこに付随してですね、やはり、高専生っていうのはやはり、あれです。社会に出て、労働者として、社会の一歯車としての労働者の育成、こちらをですね、基本的にはコンセプトとしていると思うんですよ。ましてや、なんか、特に、特筆してない限り、長岡高専のようにですね、特にアントレプレナー型の技術者を育成するなどというふうに特記してない限り、やはり労働者としてのエンジニアの育成、こちらが重きに置かれていると思うんですね。よく聞くと思いますが、安い賃金、比較的大卒とは安い賃金で手が動く人材、こちらが実は会社から見た高専生の一面でもあるんですね。ですので、就職率がとても良いというふうな側面も実は、少なくはないんですね。ですので、こちらの企業に関する知識だったり、そもそも起業しなくても、皆様が会社に勤めながら、何か副業してですね、自分の 本収入のプラスになるような、そういった仕組み作りだったり、じゃあ実際にやってる人っていうのはどういう仕組みでどういう勉強をして、成り立っているのか、そういったですね、その解析じゃないですけど、ケーススタディも交えて動画で発信できればなとは思ってるんですね。今の時点でですね、もう中3の時点でもそういうことに興味を持って僕にね、質問してくださる中学校3年生のね、高専志望の方はね、いらっしゃるんですね。実はやはりですね、もうこのご時世、もう個人の個で稼げることがですね、難しくない時代になってしまってるんですね。なぜかというと、やっぱりこの YouTube だったり、ブログだったり、自分自身がデジタルコンテンツを用意して、で、自分の方に信頼を寄せてくれている方に、売買すると、取引をする。そういったことがですね、徐々に当たり前になってきています。これは本当なんですね。一昔で言うと、詐欺なんじゃないか。怪しい。実は今もちらほらそういった親御さんの声は僕の耳に届きます。僕の耳に届いてくるんですね。まだそういうところあるんですが、昔と比べると断然減って、インターネットの普及が原因だと思っています。そういったこともですね、皆様と確認して、今まで僕が培ってきた中で、あ、役に立ったなこれはとか、みんなこれ知っとったらもしも困った時便利だよとか、もしこういうことするんだったらこっちから先にやった方がいいよなどそういったこともですね、お話ししていきたいなというふうには思ってるんですね。皆さん、僕がここまで来るのにどんなことをしたのか、知りたい人はいませんか？そう、ただただね、何も考えずに頑張っていたわけじゃないんですね。実は KPC をどんどん成長させていく過程でですよ。はい、こちらがですね、結構重要なことになってくるのかなというふうには思います。じゃあ3つ目、筋トレですね。私筋トレ大好きなんで、ちょっと筋トレに興味がある方もね、一部見受けられましたので、ちょっとこちらも僕がね、好きなジャンルでフリージャンルで語るの中で、筋トレもちょっと取り扱っていきたいなというふうに思っています。で、プラス栄養学もですね、かなり関連が深いんですね。栄養ありき、タンパク質ありきの、筋肉ですから、それともね、素養を広げれるように皆様にお伝えしていきたいなと思っております。で、次行きましょう。
心理学だったり哲学、こちら個人的に私が勉強を進めている、まあ、その科目分野なんですが、まあ、こちらは私がアウトプットするとですね、かなり定着が早いので、こちらのアウトプットの場としてこのチャンネルを利用させていただく可能性がございます。まあ、基本的には好き放題するぜということで、私がフリーのジャンルでですね、いろいろ皆様に情報発信すると、KPC チャンネルで話す内容じゃないような、でも高先生の皆さんに知ってほしい、そういった、ジャンル、内容をお届けできればなというふうには思ってるんですね。はい、ということでですね、こちら他人にの秘密学級、まだ仮なのですが、年度末までにですね、登録者1000人いければなというふうには思っております。よろしくお願いします。はい、ということでプラスアルファちょっとお知らせさせてください。2月21日高専入試がございますが、その日にですね、今限定公開にしている今までの300本超の動画をですね、復活ということで復活させます。はい、こちらバキという漫画の有名なシーンですが、ハンマーバキ復活ということで、このレッツ海洋というキャラクターが言ってるんですが、こちらをもじってね、私が復活というふうに言ってる、ちょっとくだらないですが、画像ですね、画像を用意しました。こちら高専入試の日に復活させますので、在校生の方、特に在校生の方で、なんか暇つぶしに見てたのにね、ちょっとね、暇つぶしに見てたのに消えちゃったから、いきなりね、この KPC の内容が入試だけ、いや、しかも推薦だけの動画になっちゃったっていう風にね、びっくりされていた、在校生の方にはちょっと申し訳なかったんで、ちょっとこちらのお知らせをさせてください。はい、こちらの今までの動画が全て復活しますということで、ご連絡させてください。で、プラスですね、こちら、都立三技高専の、今日一般の合格発表がございました。こちらですね、おすすめしたいコンテンツがあるので、ご紹介させてください。春休みかなり時間があると思うんですね。プラス、コロナ禍でかなり外出の機会っていうのは減ると思うんですよ。で、その中でやはり活用してほしいのがですね、高専に入った後の予習というところなんですね。いろいろ忙しいです。新しい環境、新しい人脈、新しい、その環境、人脈、勉強、いろいろ新しいものがたくさん出てくるわけですね。その中で何か一つ、ゆとりがあるもの、今から準備できるものといえば何かというと、やはり勉強の予習なんですね。こちら、高専0年生から1年生に上がるということで、5科目にわたって、先取り学習、差別化計画パックという、こちらのコンテンツ、ご用意させていただいております。合格者に向けたコンテンツでございます。まず一つ目、こちらはですね、特徴がありまして、高専のカリキュラム完全準拠の、コンテンツでございます。ウェブシラバスというページがあるのですが、こちら、全国の高専の、シラバス、シラバスという何かと言いますと、授業の計画表みたいなものです。その授業の計画表をですね、全て網羅しているようには、準拠させていただいております。で、二つ目、こちらはですね、格安の1万円での、ご提供でございます。数多くのご家庭がですね、受験戦争でですね、かなり学費にご投資されていると思うので、それをですね、またさらに、このくらいになるとですね、予備校で100万円ぐらいの受講の、ボリュームにはなってるんですが、合格した皆様の、そのお祝いではないですが、こちらの意味も込めて、格安の1万円からのご提供でございます。3つ目、購入された後にですね、振込情報を送って、その振り込んでいただいた後に、購入者ページの URL とパスワードをお送りして、そしてすぐに楽々スタートということで、かなり手軽に、手順を踏んでスタートできるというところは強調させてください。で、4つ目、丁寧でわかりやすいオール動画教材ということで、まず初めて習うことはですね、活字で本で勉強してもなかなかわかんないじゃないですか。やはり、わかっている人に動画で教わると、かなり早く、0から1にするときには、最適かなというふうに思います。で、ずっと動画というわけにもいきませんよね。慣れてきたり理解できたら、やはり活字でテキストで演習してほしいんですね。そちらも、座学科目では全て完備しておりますので、インプットした後にアウトプットできる環境は整っております。ご安心ください。で、プラス5教科充実コンテンツということで、こちらをちょっと見ていきましょう。はい、こちらがこのコンテンツの概要でございます。費用はですね、1万円から1万2500円ということなのですが、この幅は何なのかなというふうに見てみるとですね、こちらの科目なんですね。英語と数学と物理、こちらは共通科目なのですが、プログラミングと、科学はですね、どちらか片方選んだ場合は1万円でございます。で、両方選んだ場合は1万2500円ということで、両方選択科目を取られた場合は少し割増の2500円プラスということでよろしくお願いします。こちらが、この料金の幅の、原因でございます。で、テキストはですね、座学科目、プログラミング以外は、演習ワークですね。皆様が動画で勉強していただいたことを、演習で、アウトプットして身につけていただくということで、春休みでですね、だいたい数学は1年分、高専1年分ですね、2科目もあるんですよ、数学って。2科目に分かれて進めていくんですが、1年分、揃えております。で、英語はですね、もうぶっちゃけて言うと、もう英文法全範囲です。こちらもやってしまおうというふうに、思っております。なので、予備校で受けると100万円レベルになっちゃうんですね。で、物理はですね、こちらは半期をめどに、で、プラス余裕があればもう2年分全部収録していきたいなというふうに思います。最低半期は必ずご用意します。で、科学とプログラミングなんですが、ちょっと科学はですね、もう2年間取り揃えております。2年分ですね、高専3年生に上がるときまで使えるコンテンツになっております。で、プログラミングなんですが、プログラミングはですね、まだちょっと模索中で、まず基礎動画、第1個はもう完成してて、基礎的な知識、これはちょっと概念として知っておいた方がいいですよ。なぜプログラミングを今勉強してないといけないのか。で、プログラミングを勉強したらどんないいことがあるのか、などなどの、まずちょっとチュートリアルのような会話も終わってるんですが、そこからもうちょっと座学進めるのか、でも早速手を動かすのかというところでちょっと迷っております。で、こちらもですね、高専でいうともう半年以上の技能は確実に身につくコンテンツになっていると思いますので、こちら超おすすめになっております。実際に手を動かしたりする、サポート教材もありますので、こちらね、とても、おすすめですね。楽しいですね、実際に手を動かすと。はい、Ruby という言語を使ってですね、初心者向けの、簡単にとっつきやすいものを、採用しております。で、全体の再生時間は30時間オーバー。で、プラス、利用可能期間はですね、他社様とかで言うとですね、その1ヶ月だけだったりするんですが、
永続的にご利用ください。永続的にご利用できるように手配しております。でその他なんですが、まあ、申し込みをすぐにスタートできる形にはしております。申し込みをすぐにスタートできる形にはしております。その他ですね、たくさん無料特典がありますので、もしよろしければ概要欄にちょっと遊びに行って、くださるととても嬉しいですね。たくさんの無料特典、お得な、かなり高専入学後の、学校生活をかなりスムーズにする、アイテムがございますので、概要欄にどうぞお越しください。よろしくお願いします。はい、ということでですね、もう一つ最後のお知らせです。最後にあがい得かということで、高専学力入試2日前でございますが、こちら最後のあがきということで、皆様に最後伝えておきたいことをですね、ライブ配信で本日9時半、ちょっと始めようと思ってますので、お時間ある方はぜひとも、お越しください。お待ちしてます。はい、ということで今回の動画はこちらで以上になります。サブチャンネル、解説させていただきました。もしよろしければ概要欄の方にですね、サブチャンネルの URL 貼っておりますので、私の高専以外の話だったり、授業動画みたいな感じですね、あまり頭使わないようにですね、イラストだったり動きがあるような、動画を、ね、なるべく作ろうと思ってますので、もし、よろしければ、私のね、高専以外の話もちょっと聞いてやるかと、言ってくださる心優しい方で、物好きな方がいれば、ちょっとポチッと、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで全体の動画を終わらせていただきます。それではまた違う、生放送だったり、動画でお会いしましょう。それではありがとうございました。 PDCA スクール。Thank you for watching till the end. Please subscribe to our channel.